ご視聴ありがとうございます。動画の公開に少し間が空いてしまいました。なかなか気に入る作品ができなくって、今回は購入品紹介になります。ダイソーさんのネイルコーナーにしれっと並んでいた新商品、こちらを紹介します。グリッター6ピーセット桜1、2、3の3種類を見つけました。まずこちら、グリッター6ピーセット桜1、ジャンコードが49740120640038です。そしてこちらが同じ桜の2、ジャンコードが49740120640045。そして桜の3、ジャンコード49740120640052になってます。全部違うジャンコードです。それでは一つ一つ見ていきたいです。まずグリッター桜の1になります。この3つが丸いシール1箇所止めになってました。まずこちらが白の桜の花びら、同じ形のピンクの桜の花びらです。こちらは淡いブルー、ラベンダー色のようなホロです。あとの3つはケースの周りをぐるりと空間テープで巻かれています。このテープ、今回はペタペタした粘着が残ってないのがとってもとってもありがたいです。綺麗なピンクのホロです。こちらはゴールドと白を混ぜたようなラメになっています。こちらは少し変わった感じで、細い線を小さくカットしたような形です。では次に桜の2を開けます。2の桜はお花の形をした2種類です。そして白のラメパウダー、黄色にがかったゴールドのホロ、ちっちゃいゴールドのホロ、ラベンダーカラーのホロです。桜の3です。濃い色の桜の花びらと2のセットの桜のお花より小さい桜のお花、白のラメパウダー、白っぽいホロ、淡いピンクのホロ、金箔っぽいけれどもちょっと違うゴールド、
以上、桜1、2、3開けてみました。ここもサンプルのイラストがそれぞれのこの心に対応してるような感じがなんかいいですね。頑張って作品作ります。よかったらまた見てください。ご視聴ありがとうございました。